日本三重県島市、浜島町南張南張の空中写真をもとに、作成浜島町南張は、三重県島市の地名。1989年現在の面積は5.200平方キロメートル。南張メロンの栽培や落農が展開される農業地域であるとともに、南張海水浴場を要する海の町でもある。島市の最西端に位置する南側を、 熊野灘に面し、三方は山に囲まれる。四つの集落からなり、東、中、西、上から構成される。北と西で、渡来郡南伊勢町に接する。北は、南伊勢町、北に、南伊勢町下津浦、島市浜島町日山路。東は、島市浜島町、浜島。西は、南伊勢町多層浦、南伊勢町宿浦に接する。地元では、 平家の落ちうの開いた集落と伝わるが、真偽は不明である。確かな文献記録によれば、鎌倉時代に編集された伊勢神宮の所領地を、記した、神大鳥章に、那はり、三厨屋とあるのが初めである。また、浜島に居城を構えた小野田氏が城山に出郎を持っていたと伝えられる、ウェブ4が確証はない。江戸時代には、島国阿護軍の片組に属し、 南張村として、賭場藩の配下にあった。延京3年の村高は816国で、天保豪町には566国とある。同年の南張村差出町によると、裏役として、銀220文目を課されている。高下3年には、賭場藩の命令により、夫池が村の西北部に作られ、十六町部の田に導水された。幕末には、島国地下海に、 異国船が多数接近し、時折寄港したことから、城山に砲台が築かれた。明治時代以降、浜島村、浜島町を経て、島市に至るまで大技として存続している。浜島町の核、大技では両母星を取っていたが、南張りは田んぼ星だった。1926年に、日本政府の支援の下で奥山池が、完成、九百十八年から、 新しい農業の開拓に挑んでいた園芸同士会は1931年にアールスフェボリットの生産を開始した。メロン栽培の取り組みは成功し、現在では南バリメロンとしてブランドが確立している。また、1948年より落農が始まり、1968年には南バリ落農組合が組織された。1980年代に開館した。 国民年金保養センターは、マジマは2005年1月10日をもって閉館した Web5。諸 Web 説ある。2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである Web1。Web 1745年以降の人口の推移。なお、2005年以後は国勢調査による推移。1745年以降の世帯数の推移。 なお、2005年以後は、国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。Web10。2003年まで、浜島町立南張小学校があったが、廃校した。南張小の跡地は、高齢者介護施設となっている。南張では、いくつかの特徴的な農業が営まれている。南張では2004年現在、3個の農家が落農を、 営んでいる上村坊成が戦時中に痩せてしまった農地を肥沃化させようと1948年9月に渡来軍、田丸町から父牛を一頭購入したことがきっかけである当初は自給用としていたが翌1949年4月には牛乳処理施設を整え牛乳販売業の許可を取り販売農家となった1968年4月には9個で 南バリ落農組合を結成約300頭の地中子が南バリで飼育された。しかし各家庭の庭先で飼われたため環境衛生の問題が浮上し1975年南バリの中心集落から離れた場所に完成した南バリ落農団地に移転した。この頃から1989年にかけてが生産の最盛期でその後落農家は減少していった。 2001年には BSE 問題を受け、南張でも牛一頭ごとに耳表をつけて管理するようになった。自前の加工場を持つ上村牛乳以外は、渡来郡大気町の大内山牛乳へ出荷し、販売している。地域ぐるみで農業に取り組むため、1992年3月に南張への組合が結成された。同組合では、個人所有であった田を預かり、 千人のオペレーターを中心に管理することで、農作業の効率の向上を実現した。2007年現在80個の農家が加入し、約25ヘクタールの水田を管理している。つばすの金南張海水浴場島市浜島町の観光の中心は浜島地区であるが、南張にもいくつか観光地が見られる。夏季の海水浴、サーフィン客で賑わうが、普段は歩行者もなく、 ひっそりとしている。磯笛岬展望台浜島地区との境界付近、標高100メートルほどの岬にある展望台、ウェブ六。漁師と雨の秘伝伝説が残り、鳴らすと幸運を呼ぶという、翼の鐘が設置されている、ウェブ六。ック。小羽べた山遊歩道浜島地区から南割地区に至る、遊歩道。磯笛岬周辺にあり、阿ゴ湾から、 熊野灘と海岸線が変わるのを見ることができる、Web11。白山小野田氏が出ロを持っていたと伝えられることから、上山、イワシの魚群を山から監視していたことから、荒見山と名付けられたという山、Web4。山から南張浜まで続く遊歩道があり、同時に海水浴と森林浴が可能、Web4? 南張海水浴場は、 三重県島市浜島町南張にある熊野灘に面した海水浴場。南張海岸、南張メロンビーチ、ウェブ12とも称する。波のうねりが大きいためサーフィンをするために訪れるものが多い。1980年5月にはサーフィンの国際大会が開催され、日本国外からも有名サーファーが訪れた。一方で、 当時の住民はサーファーに迷惑していたようで、きれいな海岸を汚すサーファーは帰れという看板が掲げられていた。きめ細かく、ウェブ1 3白い砂浜は広く、海は透明度が高い、ウェブ1 4下記には隣接する南バリ海浜公園に、売店やシャワーなどの海水浴施設やキャンプ場が開かれる、ウェブ1 4鉄道は通っていない。最寄り駅は、 近鉄しません、片駅。伊勢市内の高等学校へ通学する場合は、スクールバスを利用することになり、片道1時間程度かかる。路線バス30交通南バリバス停道路、文献により、1930年とするものがある。あまり使われない愛称である。三重県観光連盟、南バリ海水浴場の観光施設、周辺情報観光30のように、 波静かと紹介される場合もある。ありがとうございます。